このテーブルです。2012年、2013年のフランス凱旋門賞でしのぎを削った父と母、夢のカップリングがここに実現しました。小柄な馬体ではありますが、数字以上に大きく見せるのはバランスの良さが際立っているためでしょう。成長途上のため随所に幼さが垣間見えますが、休みなく放牧を続けられていることからも健康面の頑健さが伺えます。中釣りの破格の運動能力と切れ味抜群の走りでクラシック戦線を席巻するスターホースへと成長を遂げることに疑いの余地はありません。続きまして3番手を歩いております黒影の馬、補習番号166番。